どうも、ザオ中です。ちょっと今日は取り急ぎの用事があって、高速に乗っちゃいます。はい、っていうのも、左へ工事中。友達がちょっとね、なんか知らないうちに入院してて退院したよって確か言ったような気がしたんで、行ってきます。ここら辺は何キロ？左へ50キロやってんの？橋かな？橋の工事ですかね？ってなわけで、高速乗らなくてもいいんですけど、ちょっとね、荷物があってですね、それでちょいと、はい、急ぎです。氷が溶けちゃうから。私がね、そういう、なんだろう、お祝いというか、なんというか、お見舞いというか、そういうの持ってくのは大体日本酒ですからね、地元の。ほんで酒屋に行って、ちょっと変わり種があったりなんかして、ちょっと惹かれてしまうっていうのはよくあるんですけど、今回はまたそういった類のお酒ですね。ちょっと写真撮り忘れちゃってるんですけど、ネットに転がってるかな、ちょっとその辺がね定かじゃないんですけど、後で友達のとこ行って開けたら写真撮らせてもらおうかななんて、そんな風にも思ってるんですが、名前も忘れた。全然もうラベルも見てない。なんかね、変わったのが1本だけ残ってるっていうのはね、よくやっちゃうんですよ。買っちゃうんですよ。なので例えば郵送して宅配便で送って着いたら、ああそれねみたいな、飲んだことねえんだみたいな、なんだけど美味しそうだから送ったとかね。そんな感じで、いつもやってるんですけど、今回は高千代さん、なんかお店の人に聞いたら、飲食店限定らしいです。なんだけど、こう噂を広めるために店頭に並べてみたみたいなね、そんなお酒ですけど、地元来ればそのうち夏から、飲めるんじゃないかな。ただね、酒屋さんで買おうとするとないっていう、そういう類のお酒でございます。なんかすごい上品な名前があったような気がしたんですけど、麗しいみたいなね。ということで、トンネル、ここは北堀の内のあたりかな、でございます。今回は高速なんで足元カメラなしで、すいませんね、すいませんねじゃねえや、
しょってます。あーでもなー、いきなりね入院してましたっていうね、退院しましたなんていう話を聞くとやっぱり、まあ同じ県内ですからそんなに遠くもないし、じゃあちょいと行ってみようかみたいな、ここから80キロ、いや加速しねえし、エアコンガンガンに効かせてると加速がちょっと追いつかない、80キロまで OK って言われても3キロ先は、昼夜帰省中、あ、じゃあ帰省中そうなんで80キロぐらいまで出してますが、3キロ先ってなんだっけ、おじやの手前、川口のあたりか、そんなんで普通に走ってます。ただいま私は80 周りは知らないということで、2キロ先高知中かな、はいはい、ってなわけで、その、なんだ、友達のところへね、酒を持っていく都合上、生酒なので、氷、箱の中に入れて、冷やしてます。っていうか、温まらないように、してます。だから早く行かなきゃいけないっていうね、ちょっと時間制限みたいなのがあるので、仕方なく高速乗ってます、はい、たまにねここら辺でね、あの手前だったかな、この辺でねたまに赤い回転灯がいます。あ、もう手前だったかな、はい、でちょっとこっち来いやっていうのがこの辺だったかなのような気がしたんだけど、はい、速度落とせ、左寄れみたいな看板です。左へ寄ってくださいよと。で、ここから50キロ規制、速度落とせって感じなんですけど、でも流れに乗らなきゃいけないから、ちょっとね、まあ工事車両、人がいるということだから、こういうところはちゃんと減速して、はい、減速していかなきゃいけない。うわー、真似しに向いてんのかこれ。やだな。てなわけでね、まあまあまあ。ここら辺が北堀の内から次のトンネルかなんかを抜けると川口だったかな、トンネルあったっけ、はい、そんなところですね。あ、夜がメインなのかなこれ、工事は。人がいない。あ、でもここで分断されてるから、あ、舗装の工事か、補修改修、まあいろんな言い方ありますけど、改修といった方がいいのかな、路面改修工事、まあかなり傷んでますからね、新しくしないとね。あ、え、長岡、あれこっから長岡だったっけ、え、川口はどうしたの小千谷はどうしたの、なんかみんなぶっ飛ばされたような感じがしますが、はい、ということでですね、皆さん前の車お早いですね、
後ろはちょっと私がペースメーカーになっちゃってるんで頑張ってるんですけど、でも一応ね規制がかかってるんで仕方ないっすよ。33度もあるよ、これまた暑いよ。ここで規制解除かな。皆さん早く行ってください。私は普通ですから。私は普通ですよ。他でちゃんと守っているんですけど、他の方は知りません。見つけのあたりまで高速乗って行った方がいいのかななんてね、そんな風に思って、三条まで行くと、三条の市街がね混むんですよ。で、8号線の方を渡らなきゃいけないんで、ちょっとばかし、なんだ、そこで時間食っちゃう。車の中が圧着なっちゃう、あっちちになっちゃうんで、ちょっとそれは日本酒には良くねえかな。クーラーボックスはあればねいいんですけどね、年に何回使うわけじゃないし、そんなのあってもしょうがないんですけどね。はい、まあクーラーボックスとかね、キャンプとかね、まあ、そういうことをやってらっしゃる方は必需品なんでしょうけど、私の場合そういう機会がまあめったないので、全然あれですね、必要ないですね。まあ夏場ね、そういうところ、まああとはなんだ、まあ車中泊でクーラーボックスあった方がいいかななんてのはまあたまにありますけど、でもそれほど必要ないですよ。もう常温で別に飲んでてもね、お茶とか水とか苦にならないんで、まあコンビニで買ったりスーパーで買ったりしても結局最終的には常温になってそれを飲むっていう感じですから、クーラーバッグ、クーラーボックス、それほど必要ないかななんて思います。まあバーベキューとかもしないしね、家に帰れば冷蔵庫あるしねあんまりそうだな、困ったことはないかなと。さてさて、ここは川口インターチェンジ、パーキングもありますね。ちょっと西へ向かって行きますけども、ちょっと行ったら、今度は北へ向けてような感じになりますね。ちょっとお隣さんが近すぎるで加速しない、どうしようって感じですね。加速しないのよ軽自動車。で右へって言ってるからいいのかちょうどいいや、右へっつってるから右へ走ってます。で解除されたら左寄ればいいのかな。ああ、合流地点ってこれがあるからね困るんですよね。これエアコンつけてなきゃ加速多分できると思うんですけど、エアコンマックスでかけてるとね、軽自動車ジーノ君は加速しませんちょっとした上り坂でも加速しません。なんでここは工事中人いるのかな。僕も夜か
かな、やってんの。どうなんでしょう。なんか工事多いっすね。工事が多い。あっちゃこっちゃ路面の改修工事、やってますね。まあ関越道もできてから何年だ、36年ぐらい経つのかな、35、6年経ってますからね。確かにあの路面とか結構傷んでますよね。ちょっと下り坂でスピードが乗っちゃったかな。やっぱりこれだけ暑いとね、夜の作業になっちゃいますよ、こんな昼間の気温が暑い時に作業なんかできねえよな。もうちょっと行ったら解除されるから、解除されるから、よいしょ、左に寄って追い越させましょう。させましょうっつっても後ろが加速してくれない、はい、そんなわけで小千谷に来ました。さっき長岡って書いてあったあの看板は何だったの。今は小千谷です。あのロードノイズがひどくてすいませんアジアンタイヤ履いてます。うるさい、めっちゃうるさい。しょうがないですけどね。そうなんで、いやアライメントはしっかり取ってるおかげで走行は安定してます。気になるのは本当ロードノイズのみ。ということで、もう早く日沈んでくれよ。暑いばっかなんだから、もう温度下がってほしい。もう日中はやっぱり、まあ新潟はねさほどじゃないんですけど、このお隣の群馬とかね、埼玉とかね、38度、9度とか40度とか言ってますからね。もうなんだろう、計り知れない。こっちがそんな温度になったらもうとんでもないことになっちゃう。まあまだね、山があって緑があって川も流れて、まだまだ環境的にはいい方なんですけど、いやーそれにしても、いやー暑いっすわ本当に。とてもね、昼間中の遠征なんてできない。まあ前回前々回あたりのね遠征でやっぱり出発するのは夜中ですからね、涼しいってわけじゃないですけど、まだ過ごしやすい。で帰りも夜帰るっていう。昼間中はあんまり動かない、それが一番ですわ。ということで、小千谷のインターチェンジです。僕も合流来るかな、来ないね。合流来ない。で、ここから80キロが解除されて、ここから100キロ区間になりますが、加速しないので、このままですね。ちょっとした登りだし、山屋のパーキング、いやーうるさいよね、まで早くね舗装が回収されれば静かになるかなとは思うんですけど、まあ、それまでは
我慢ですね。見つけ帰っていいし、長岡まで14キロ、一応降りる予定は見つけインター、まあ17号隣接ですから、8号か、8号線隣接ですから、まあまあ接続はいいなということで、まあ、その先三条市内入る前にそれちゃうんですけどね。ってことで、はい、でこの先が、直線何キロだっけ、直線5キロぐらいあるんだっけの道です。以前動画アップしたかな、場所です。久しぶりに乗ったら高速ラン、眠いじゃねえ、単にあくびが出ただけ単にあくびが出て眠いわけじゃないんですけど、でもまああそこまでは行かないですけど、まあでも距離的には一緒かここから弥彦山ぐらいの距離で右側の方ですからね。あ、皆さん早い、ジェノ君加速しないので皆さんどうぞお先に行ってください。とてもとてもませんから、と言っていば90ぐらいか、90ぐらいまで来ました。減速してやらなきゃいけないじゃないか。まあでも90ですけど、まあ以前動画でもね、100出すとちょっといやらしいなっていうのはこの車なんで、まあ90ぐらいがちょうどいいですね。そんなに気使わなくていいし、こういう田舎はね、これがね、群馬やら埼玉やら東京やらの辺に行くとちょっと周り気使えちゃいますけど、まあ、こういう田舎の方の高速はね、そんなに、ね、80でも90でも全然気使わないですね。行きたい方は、はい、先にどうぞつって行かせるのが一番、はい、これカメラですね、右が左側、はい、そんなんで、たまに光るらしいですよ誰が光らすんだあんなやつ、あんなもの。そんなんで順調に長岡入ってます。ETC 専用のインターは、折り口はね、ダメだからね、私の場合。もう、
現金オンリーで、ああいうね機械は使わないんで、長岡市入りました。いやー長えな、喋る方も大変だわ。ちょっと喉が渇いたので、真面目にペットボトルを開けて真面目に飲む。真面目にキャップを閉める、はい、ということで、喉も潤ったし、まああと1区間、これまあ長岡インター過ぎたら次は見附で、見附で降りる。まあ30分ぐらい時短できたかな。まあ、17号と、ね、8号行ってもいいんですけど、信号に捕まるのがちょっと嫌だったんで今回はね。で高速使ってます、まあ、こんな動画上げるかどうか分かんないですけどね、まあ、いろんな車が見れるからいいっちゃいいけど、スバル、あれは何、レガシー、何分からない、スバルスバルが2連チャン、そしてトヨタ、アイシス、まあ私昔はガイア乗ってましたけどね、アイシスはガイアの後継だったかな、そんなんで、あれスライドドアになっちゃったんですよね。ガイアは普通にこう開くドアタイプだったんですけど、アイシスになったらまあスライドドアになっちゃって、まあ買う気もなかったですけど、まあミニバンはでも1回乗ってもういいですわ、なんだろう、フラフラだし、ノーマルだとね、ノーマルタイヤだと、風にあおられてフラフラだわ、まあちょっと車庫に入れるのもちょっと大変だわ、もう上うちの車庫上ギリギリだったんで、あとほんの5センチぐらいしか隙間がなかったんで、もういいですわ。最近のミニバンなんてのはもう背が高すぎて野ざらしになってしまうんで、もう絶対買えません車庫に入る高さの、ジャッキアップしても余裕の車しか買いませんあ、そんなんで長岡、もうトラックの後ろついちゃったからどうしようか。頑張るっつったってこの G のじゃ頑張れないしな。頑張ってみてもいいですけど、後ろからつつかれるの嫌だし、まあこのクルートラックさんが北陸道の方へ行くかなという期待。そんなことしか考えてないですよと。昔はねこの辺でここら辺に引き込む時はありましたけどね、高速に何だろう、ロープみたいなやつをね1箇所2箇所設置してね、でその圧力でもタイヤで踏んだ圧力でもってパンパンで、速度を測ってオーバーしてたらはいこっち行きなさい、ライライライっていうことをやってたのがこの辺だったな昔この関越ができた頃、あそういう測り方もあるのね、アナログねーと。そんなことをやってた時代もありましたね、昭和の時代にはね。あれでも確か、まあ正確っちゃ正確か、ある距離を決めて、まあ、100m、50m なり、20m なりで、
タイヤの圧がバーンってかかって次のケーブルかなんかセンサー踏んだ時のバーンでその秒数と距離とで、うん、あなた今何キロ出てましたよっていうねそういう測り方、うん、大変だったろうなまあ計算は機械がやってくれると思うんであとパッと出た数字ではいこいこいつってやるかはいパスつってやるかまあどっちかだと思うんですけどね、中に入れてやろう入れるしかない。あいいなこういう壁の涼しいところこうなんだろう外あの側壁があって涼しいところはいいな。あここからまた当たるのか。あまだ日没まで1時間弱1時間弱30分以上あるから、まあ、ここがジャンクション長岡ジャンクションです。上越富山方面新潟方面分かれます。私は新潟方面行くのでこっちです。でまた合流があるからここはね結構合流来るんですよ。だからちょっと右側寄っていて合流されるのをちょっと回避で、トラックもいるのであんまりスピードは上げられない。まあ後ろが来ないから楽々やってますけど、はい、左寄ると。まあこういうジャンクションのところはね、まあ一応はレーンありますけどで加速していってくれればいいけど、あそうでもない人もたまにいるからだからちょっと右あの後ろ来なければ右寄って合流させてでそのケツにつくって、まあそれが一番この G の乗ってていいのかななんとどうも思ってます。あ、違うか。知り合いの車だと思ったら違ったの。はい、そんなんでもうちょっと行ったらあと何キロ？北側あ長岡北はこれも ETC 専用だからちょっと加速して見つけだな。なんとか平らだから加速してくれるでしょう。トラックさん結構ゆっくりなんで、あ、なるほどそういうのがいたのね。
インスタ映えしそうなやつはあるんですけど、ちょっと今回はバスですね。食べたことある方いるかとは思いますけど、まあ俺の動画見てる人で食ったことある人いないかな。ジャンボキツネうどんとかそばとかね、うどんだったっけ、キツネだからうどんか、ジャンボキツネうどん、とちおの油揚げ1本丸々入ったうどんの丼14キロ先鹿児島見つけで降りるからちょっと境までは行けませんね。はい、ってことで財布を用意しなきゃいけない。いくらかかるんだ、小出から見つけ、1000円ぐらいかな。1000円ぐらいで収まってくれりゃいいけどな。三条行って渋滞に巻き込まれるよりは、バイパス乗ってススッと行った方がいいかもしれないですね。ちょうどね、今渋滞かなって感じの時間帯ですまあそうとも限らないんですけど、ね、落下物確認中なんだ。なるほど、東まで行ってもいいとは思うんですけど、なんとなく遠回りになるかなってことで、はい、道順を考えるとこの辺かなって降ります。でここで降りると、すぐ8号17号なんで、
一般はどっちだ、左か。ここで来ないね。そうそう来ないよね。はい。ってことで生産機。ということで、1300円だった。来ないね。見附方面8号線。よいしょ。よし、これで、8号線に。合流ということで、よいしょ。ここに立ててくれるかな。はい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。ガウチョでございました。ちょっと友達のとこ行く途中の高速道路撮ってみました。結構あっちこっち工事やってましたね。まあ路面の改修工事、皆さんお気をつけください、はい。まあ夜中の工事だと思うんでね。ということでこの辺で終わりにしようかと思います。ご視聴ありがとうございました。ガオチュでした。失礼します。